緊急事態宣言が延長されてから迎えた初めての日曜日、休業要請が続く中、県内各地でさまざまな声が聞かれました。当初5月11日が期限だった緊急事態宣言の延長に伴い、兵庫県は百貨店や映画館などの大型施設に平日は時短営業を、土日は休業を要請しています。延長が決まってから迎えた初めての日曜日、神戸市内では雨の影響もあり、出歩く人の姿は少なく、街の人は寂しさをにじませていました。友達とご飯行くのもなくなったんで、ちょっと寂しいなっていうのはあります。見に行きたい映画とかが行けないんで、ちょっと嫌かなって感じです。私としては寂しい感じがありますね。早く解除されてほしいですね。一方、姫路市立水族館では宣言を受け、先月25日から臨時休館していましたが、宣言延長に伴う休業要請の一部緩和を受け、今月12日に営業を再開しました。今日は通常よりは客は少ないものの、家族連れらが訪れ、休日のひとときを楽しんでいました。子どもがやっぱ魚とかペンギンさん好きなので、はい、やっぱ刺激を与えるときに見せてあげたいなというところで、はい、出るところがなかなかないので、はい、ちょっとでもなんかこういうところが、まあ、連れてこされればいいかなというふうに実感はあります。孫とね、久しぶりに来ました。遠出はできないですからね。で、雨だし、余計にこう室内の施設でということで、水族館行きたいと子どもたちが言うので。姫路市立水族館では入館前に検温を行うほか、密集を避けるため館内のイベントは中止、混雑の際は入館を制限するなど、感染防止策を強化しているということです。また兵庫県では飲食店に対し酒類の提供をしないよう引き続き要請していて、酒造りにも影響を与えています。このコロナの影響で、大きな需要が見込めない中、やはり生産計画というのもやはり縮小せざるを得ないという状況がやはり続いております。清酒・福寿の蔵元の神戸酒神館、レストランも併設しているほか、これまでは酒蔵見学も受け入れていて、観光客の人気を集めていました。しかし、新型コロナ感染拡大の影響で、主力の高級商品の売り上げが減ったほか、年間15万人が訪れている酒蔵見学も中止に追い込まれ、感染拡大前の2019年と比べ、売上は一時4割減となりました。飲食店さんも大変苦しんでられる、そしてまたお酒を作る私たちも苦しんでいる、さらにですね、私たちにお米を提供してくださっている農家の方々、お酒が売れなかったらお米が作られない、大変苦しんでられる状況があります。3度目となる緊急事態宣言の期限は今月31日までとなっています。